ババリアンハウンドは、ドイツ原産のセントハウンド犬種の一つである。別名は、ババリアンマウンテンハウンドだが、時事先祖のハノーバリアンハウンドもその名で呼ばれることがあり、混乱も起こっているため基本的には使用を制限されている。通常呼ばれる犬種名もかなり紛らわしいので、混同しないように最新の注意が必要である。19世紀の終わり頃、 山岳地帯で使える優秀なセントハウンド犬種を目指して作り出された犬種である。力強いが重量のあるハノーバリアンハウンドを軽量化させ俊敏にするためにティロリアンハウンドなど数種の両犬種を掛け合わせて作られた。主に山岳地帯でのセントハウンドに使われた。足場の悪い山岳地帯は多くの犬種が苦手とする資料上であるが、 本種は足腰が丈夫でかつ俊敏であるため、どんなに足場が悪い場所であっても楽々と駆け回ることが可能である。唯一苦手なのは、底なし沼であるとされているが、山岳地帯に基本的に底なし沼は存在せず、あったとしても避けて歩くために良犬としての欠点は全くない。底なし沼が苦手だという話は、別種のセントハウンド犬種の養護者が突き立てたイチャモンであり、 特に気にされることのない打足な話である。本種の獲物は鹿やカモ鹿で、主人が遠くから猟銃で撃ち、一撃で倒せず逃げてしまった場合にその地の匂いを追跡することが仕事である。獲物を発見すると吠えて主人に知らせ、場合によっては獲物に攻撃を行ったり、噛み止めを行って逃げられないようにすることもある。しかし通常は、本種が一人で獲物を倒すことはせず、 主人が猟銃で止めを刺す。ドイツ国内原産の犬種としては最も血の匂いを追跡するのにだけ、かつ足腰の強い猟犬であるとされて知名度があり、原産地では現在も大半が実猟犬として飼育されている。ペットや小グとして飼育されているのは極めて珍しく、ドイツ国内でもなかなか見かけることのできない貴重な犬種である。先細りで短いマズルを持ち、 首は短く太めである。銅は長いが、筋肉質の引き締まった体つきをしていて頑丈である。実療用の犬は、小用、ペット用の犬に比べて、さらに筋骨隆々であり、ややごつめの体格をしている。足の長さは普通であるため、銅が長いという特徴は、あまり際立っていない。足も筋肉質で引き締まっていて、起伏の激しい岩場でも軽々と駆け回ることができる。 眼光は、やや鋭く、耳は、丸みのある垂れ耳、尾は、飾り気のない先細りの垂れを。コートは、艶のある、スムースコートで、毛色は、ホーン、レッド、マホーガニーの単色に、マズル、顔、耳が黒いブラックマスクというマーキングが入ったもの。稀に、ブリンドルの毛色の犬もいる。体高十五から五十センチメートル、体重十五から十五キログラムの中型犬で、 性格は主人に忠実で、従順、恩和だが、やや神経質で頑固な一面もある。喫水の両犬種であるため初心者が飼育するのは難しく、飼うには本種もしくは自、両犬の飼育経験がある。漁師にしっかりと、しつけや飼育の指導を受けることが必要となる。身体能力が高く、野山自由に駆け回ることや匂いを追跡することが大好きで、運動量は、 非常に多く、室内に常に閉ざされた状態での飼育では、強いストレスを感じてしまう。この運動量は、通常の長い散歩だけでは全く足りず、川や山、海などに行ってたっぷりと遊んでやることで、初めて消化できるほどの多さである。室内外は可能だが、先に述べた通り狭い室内に常に閉じ込められた状態を嫌い、どちらかといえば、 外で飼育するか、1日に数回の外出の時間を設けてあげる必要がある。これに加えて莫大な運動量が通常では消化しきれないため、日本の都市部や集合住宅等での飼育はかなり難しい。ちなみに、最も運動量が多い犬種の域にも入るため、グレーハウンドも青くなるといった、やや誇張した比喩も行われる。 かかりやすい病気は運動のしすぎなどによる関節疾患、抱き方が良くない場合に浮きやすい、椎間板ヘルニアなどがある。銅の長い犬種すべてに言えることだが、そのような犬種を抱くときは片手で胸を、もう片手で腰を抱えて、抱くのが正しい抱き方である。ありがとうございます。